インボイスドームです。プロ野球ファンの皆さん、こんにちは。西武ライオンズ対広島東洋カープ、その試合の模様を選手それぞれのコメントを重ねながらご覧いただきます。解説席には達川哲夫さん、宮本和智さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてベンチ裏の情報を伝えてくれるリポーターです。はい、我々2人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。どうぞお楽しみに。はい、お願いします。今日のゲームまもなく始まります。さあ、今日の先発のマウンド、小橋、カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。西武の柱に数えられるまでに成長した頼れる左腕、日本に数少ない本物のパームを投げる男、小橋和幸。打ってよし、走ってよし、守ってよし、盤石のショートストップはまだまだ走り続ける尾形義則。尾形、今年で3回目のシーズンとなりました。今日の第1球、最初は見ていきます。ボールカウントノーワン。マウンドは先発ピッチャー小橋、どう攻めるのか。外角低めのストライク、カウントワンエンドワン。昨年の数字が出ていましたが、3割飛んで3厘のアベル、そして打点の数が21となっています。外の球、これは入りました。このカーブで追い込んでいます。さあ4投目、しかしこれは外れています。外を続けています。次が5球目、しっかり捉えた。これは右中間が上がりました。あ、これは野手の前、これでアウトが1つ。あ、正面に飛んじゃいましたからね。本当にアンラッキーな打球になりました。どんなボールでも弾き返すバットコントロールはすでに匠の技。走攻守すべてで存在感を示すベテラン尾形光一。どこに出てくるんでしょうか。まずは初球ストレート、この球は外しています。さあバッター尾形、さあ次はどう攻めるか。外に決まりました。ちょっとバッター唖然としてますよ。はい、ここは読み通りの球は来ませんでした。さあ3球目はどうか。この球は見ます。このボール球には手を出しません。さあカープ、今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。バッティングカウントからの4球目、落としてきて上がった。これはファウルグラウンドだ。今のはファウルになります。今のはね、ファウルになって助かりましたね。そうですね。さあ5球目、低めのボール打った、取った、一塁に送ります。一塁、これはアウト。尾形、セカンドゴロに終わっています。打撃海岸は本物だった。軸のぶれないスイングでヒットを量産する驚異のバットマン、島重信。3番バッター島、初球は、初球インコースから入りました。カウントワンストライクノーボールです。トップバッターは外野フライ、その後は内野ゴロに終わらせました。2球目はどうか。低めは、これは外れた。ワイエンドワン。この回まず2アウトを取っています。さあ3球目、また低めに来ました。低めが3つ続きました。さあ4球目、さあこの当たりは打球はセンターへ上がったぞ。あっと落ちた。ワンバウンドヒット、ヒットになる。さあ松川さん、今のバッティングはどうでしたか。今のはね、ちょっとおやーっというボールでしたね。はい、その球をヒットにした今の打席です。フルスイングしながら自分のポイントで捉える打撃がついに完成。進化するとはこういうこと。これも痛烈な当たり、レフトへ上がった。レフトへ取って、これで3アウト。1回の表が終了、カープ6点はなりませんでした。代わって守りますカープの先発ピッチャー大竹、ライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。美しいフォームから繰り出される伸びのあるストレートと球界屈指の高速スライダー、ヤングエース大竹寛。成長著しい若手のホープ、ライトのポジションを見事に奪い取った。確実性と長打力を併せ持つ逸材栗山巧。どこから行った。
最初のボール外れました。ボーワン。1回の裏ライオンズの攻撃、2投目は打ちに決まりました。ワンエンドワンになりました。さあバッター栗山、3投目ストレートを持ってきました。追い込みました。145キロです。次が4球目、これは入りません。ツーツー。次が5球目、ストレート、グーを切らせました。昨年は悪夢の大怪我でシーズンを棒に振った。勝負強いバッティングと俊足でチャンスを演出するリードオフマン佐藤智明。第1球はどうか。まずは見送りました。ここは1球外します。バッター佐藤智明、どこに構えるか。この球はボールになります。これは大きく外れてボール2つになりました。佐藤智明、今年で6度目のシーズンとなりました。3球目アウトコース、これは外れます。スリーボールになりました。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割3分9厘のアベ、このボールはアウトコースストライク。ワンアウトになりました。さあ何を見せるか。あーフォアボール、フォアボールのランナーを出しました。初代交流戦本塁打王に輝いた超大型和製大砲、強靭な下半身に大きなフォロースルー、今シーズンもいっぱいおかわりします。中村武也。さあライオン、フォアボールのランナーが出ています。さあライオン、フォアボールのランナーが出ています。さあランナースタート、二塁はどうだ。盗塁成功。まあ今ねきちっとスタートしてましたね。そうなんですね。このボールはストレートできました。ボールカウント2ストライク。さあ勝負か、どうする。変化球外を狙いましたが入りません。2エンド1です。次の4球目、あっと強い当たり、バウンドして取ります。1塁に送ります。1塁はアウトです。中村サードゴロに終わっています。もうちょっと右を意識したかったですね。はい、そうですね。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割です。そして打ったホームランの数で36となっています。最初は低め、中に入れてきました。バッター読みが外れましたよ。はい、狙いが外れました。今度もいい当たり、レフトへ上がった。ありますね。あーっと抜けた、ワンバウンド抜けました。セカンドランナー今ホームインした。1対0、ライオンズ。初回からゲームが動きます。昨シーズン前半戦に不振を極めるも、終わってみれば初の首位打者に輝く活躍。3割30本はもはや当たり前、和田和弘。まずは変化球から入りました。ここは外してきました。和田、ちょうど10回目のシーズンとなりました。変化球、これは外れました。2球変化球できました。すでに1点を許しています。3球目はどうか。これもいい当たりだ。低い打球になりました。三塁線の当たりはファーストランナー二塁を回った。打ったバッターは二塁へ、ショートが中継。ツーベースヒット、ツーアウトながらランナー三塁二塁、追加点のチャンスとなりました。今シーズン海を渡ってやってきた期待の新戦力、メジャー仕込みのパワーで日本球界に挑戦するジェフリー・リーファー。最初の球はまず最初のボールを決めていきました。さあカウントはワンナッシング、まだツーアウトです。2球目はどうでしょう。打っていった、上がった、島、さあ前に出ます。ワンバウンド、来た、打ちました。ワンバウンドが今ホームイン、バックホームする。今セカンドランナーもホームイン。3対0、ライトへのタイムリーヒット、2点を追加。初回から点差を開いていきます。西武の育成システムが生んだ傑作、西武の未来はこの男にかかっている、ミスターレオ中島博之。中島、すでにプロ入りから6年目となりました。最初の1球、
その初球ボールになりました。この球は外れています。この回7人目のバッターです。これはスライダー、これも外目に行きました。まだ2アウトです。さあ3投目、これは変化球入りません。さあ1、2です。さあバッター中島、さあバッティングカウントどう攻める。まっすぐで決めました。今のは思わず見送りました。さあ牽制、さあ5球目、変化球打ちました。左方向へ、この当たりはファウルボール。依然2エンド2、変わりありません。あっと空振り三振、3アウトチェンジ。最後は外、空振り三振です。1回の表裏終了。しかし第4、3対0先制しました。投手の一番良い球を狙い打つ球界屈指のバットマン、孤高の侍前田智則。前田レフト、前田。ノーアウトランナーありません。辰川さんにお聞きしますが、カープはどんな展開に持っていきたいですか。この回でね、1点でも2点でも取りたいんですけどね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。初球振りません。ノーワンです。さあ2球目、あっと強烈な当たり、これはファーストになります。ファースト取った、一塁、これは余裕でアウト。前田、ファーストゴロに終わっています。ついに目覚めた若き才能、鋭いスイングでボールをスタンドへ運ぶ超長距離砲、栗原健太。フォアシ、3点のリードをもらってのマウンドとなりました。初球です。低めのボール打って、取って、一塁へ。一塁はアウトになります。さあ、宮本さん、今の場面は何のボールで打ち取ったんでしょうか。シュートでしょうね。ああ、シュートですね。ミートとタワー、バランスの取れた打撃と安定した守備が一段と成長。今シーズンは定位置取りなるか。森笠茂、初球見送っていきます。これは手を出させません。4球で2アウトになっています。ファーストライクをどんどん打っていって、あっと打ちました、右へ、ラインギリギリ。これはファウルボール。でも危ないボールだったんですけどね。そうですね。さあここはどうリードするんでしょうか。外へのボールは入りません。1球外しました。さあ次の4球目は、このゲーム最初の三振となります。さあライオンはこの後8番から始まります。バッターボックスではゴーダと小技を合わせ持ち、守備では強肩で見せるポスト伊藤の1番手細川徹。どこから行く。初球は手を出しません。今のはね、バッテリーが上でしたよ。なるほど、バッターコースを絞っていたんですね。2球目はどうでしょう。あっと打った、取りました、ファーストへ。一塁、これはアウトになります。細川、ショートゴロに終わっています。しぶとく勝負強いバッティングと堅実な守備、西武の伝統を感じさせる最強の9番バッター高木宏行。初球はどうでしょうか。まずは初球ストライク、ワンストライクノーボール。3対0、ライオンズがリードしています。この球はどうでしょうか。外、決まった。今のは反応できませんでした。さあ1球様子を見るか。ストレートできました。バッテリー外してきます。さあ第4球、やっと鋭い打球だ。あっと一塁間を破った、ランナーが出る。高木、ライトへのヒットになりました。ここで打順が一巡します。栗山、2回裏ワンアウト。初球はどう。初球ストレートできました。ワンストライク。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ次のボールは見送った、2ストライク、追い込んでいます。
この3球目はどうする。スライダー、カウント2エンド1。さあ4投目、外、外れてボール。やっぱり外に集まってますね。はい、外中心のピッチングになっています。次が5球目、今度もいい当たり、ファーストゴロです。2塁へ送ります。2塁はアウト、アウト、一塁アウト、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。今の場面もう一度見ていただきます。ご来場のお客様、2回の裏を終了、ライオン、最後はダブルプレーに終わりました。状況に応じて全てをこなす球界屈指のオールラウンドプレーヤー、新監督の提唱するオールインの具現者、木村拓哉。さあ最初の1球、打ってショートへの打球、取ってファーストへ送ります。これは1塁アウト、木村ショートゴロに終わりました。冷静沈着なリードと強肩で投手陣の信頼を勝ち取った新たな正捕手、倉義和。背番号40、昨シーズンの成績出ていましたが2割1分、そして放った本塁打の数4となっています。第1球は初球見送っていきます。カウント1ストライクノーボールです。この試合初めての打席ということになります。第2球はどういう、しっかり捉えた、これはショートになります。1塁へ、1塁楽々アウトです。ショートゴロに倒れました。バッター2人を打ち取っています。さあ第1球、初球は際どいところに来ました。いやー宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。いいピッチングしてますよ。はい、ここまではなかなかのピッチングで来ています。どこに構えるか、これはボールです。ノーツー。バッターの1番尾形、3球目はどうする。低めインコース、ここでストライクを入れてきます。今日2回目のバッターボックス。さあバッティングカウント、決まりました。本当低めに丁寧ですよね。はい、ここまでは低め中心に投げています。さあ5球目、フルカウント。まあピッチャーからすればね、来てほしいと思いますけどね。はい、最後まで見ていました。フルカウントからの6球目、空振り三振、スリーアウトチェンジ。結局空振り三振に終わりました。3回の表が終了、カープこの回も3人で攻撃が終了しています。3回の裏、ライオンズの攻撃、ライオンズの先頭バッター佐藤智明、3回の裏ノーアウトです。やっぱり足速いですのでね、この打席も出れば狙うんでしょうね。はい、ここも塁に出ればおそらく狙ってくるんでしょう。このボールはどうか、変化球を外れました。ワンストライクワンボール。さあバッター佐藤智明、3球目、外、これはボール、ワンエンドツーになりました。これが2回目の打席、バッティングカウントになった。打球はセンターに上がっている。尾形前進、前進します。取ってワンアウト、佐藤センターフライに終わりました。そして次の3番は中村、右打席に入っています。どこから行くか、初球インコース、ノーストライクワンボール。この前の当たりは芯で捉えたんですがサードゴロに終わっています。さあ次はどこへ行くか、この外のボールはノーツーです。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ3球目、外へ持ってきました。これは入れてきました。3対0、ライオンズがリードしています。バッティングカウントからの4球目、今度もまっすぐできました。ワイエンド3になっています。さあバッター中村、次が5球目、空を切ります。当たりませんでしたけど、いいスイングですよ。しっかり振って空振りです。2-3からの6球目、強い
く、落ちました。さあヒットになった。今のはどうでしたでしょうか。まあ球は速かったですけどね、ヒットにしましたよね。はい、速いボールでしたがヒットにされました。まずは見送りました。この球はボールになります。今日は3回途中までを投げて許したヒットが5本、これから1本打たれています。これも強い当たりだ。打球はショートへ。2塁はフォースアウト、1塁はアウト、ゲッツー成功、3アウトチェンジ。さあリプレイでご覧いただきましょう。ゲームは序盤3回を終了、第4にランナーを出しましたが偵察に終わっています。4回の表カープの攻撃、そしてこの回の先頭尾形、4回表ノーアウトです。どこに出てくるんでしょうか。まず大きく外れてボールになりました。ここは外してきました。ここまで3回を無失点、まずまずのスタートとなっています。さあ次はどう攻めるか。これはボールになります。2球目も変化球でした。小足リードは3点、ゲームを作っています。3球目はどうですか。決めてきます。ここはストライクできました。今日の奪三振の数は2となっています。さあバッター有利か。しかしこれはボールになります。低めに慎重なピッチングですよね。はい、確かに低めの配球が多くなっています。ここまでのカーヒットが1本、まだ得点がありません。一方のライオンヒットは5本、3得点。あっといい当たり、これはショートになります。一塁に送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。尾形ショートゴロに終わっています。バッターは3番島、左の打席に入っています。島、今日のゲームは1回出塁しています。どこから狙うか。まずは初球ストレート、ワンボールです。初回の第1打席、センターへのシングルヒットを記録しています。第2球はどういく。この球は外れています。ノーツー。これが2回目の打席。さあ3球目、これは変化しました。ノーストライク、スリーボール。この回はワンアウトになっています。次が4球目、ストレートのフォアボール、今日最初のフォアボールとなります。そして次のバッターとなります新井、4回の表ワンアウト。今日は4回途中までを投げ許したヒットがない。低め打って、あっとさあどうだ。一塁送球、これは間に合いました。アウトです。これで2アウト、ランナー2塁になっています。そして次のバッターを迎えます、前田。さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。初球ストレートできました。枠をいっぱいに使ってきます。バッター前田、2投目。さあこれはいい当たり、セカンドへの打球、一塁へ。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。4回の表が終了、カープ無得点に終わっています。4回の裏、ライオンズの攻撃、ライオンズのトップバッター、和田、岐阜県出身、1投目。初球振りません、ワンストライク。さあバッター和田、次の2投目、ボールです。抵抗カウント、ワンエンドワン。宮本さん、この序盤のピッチングどうでしたか。そうですね、前の回の強烈な当たり、ハードゴロです。一塁に送ります。一塁楽々アウトです。まだサードゴロに倒れました。次のバッターはどうでしょうか。リーファー、4回裏ワンアウトです。ここまで3点を与えています。さあ初球はどうでしょう。初球ボール、カウントノーワン。今日2度目のバッターボックスに入っています。2投目は見送ります。さあカウントは1エンド1。この4回途中までを投げて打たれたヒットが5本、失点は3となっています。ストレートは決まりません。このボール球には引っかかりませんでした。この試合フォアボールの数は1となっています。さあバッティングカウント、これも鋭い当たり、右に持っていった、ライト線に上がっている。しかし今の打
はファウルです。当たりはいいですからね、タイミングだけですよね。はい、はい、さあ5球目変化球、これはインコース決まりません。2-3です。さあフルカウント第5球外れてフォアボール、フォアボールのランナーを許します。そして次の7番中島打席に入ります。フォアボールでランナーを出しています。まずは変化球、ワンボールになりました。奪った三振の数が2となっています。第2球外外れてボール、1球2球と外へ行きました。なおもワンアウトです。3球目この球は見ます。これは反応できませんでした。これが2回目のバッターボックス。さあバッティングカウントどう攻めるか、村本へ決めてきました。やっぱりインコースに集まってますね。はい、確かに今日は内側をついてきます。さあ何を見せるか、空振り、最後はバットに当てさせませんでした。そして次のバッターとなります。細川、右バッターボックスに入ります。第1球です。最初はストライク、ワンストライクノーボール、ツーアウトになりました。次の第2球低め打ちました。これはピッチャー正面、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあカーブ、3点を追いかけます。5回の表カープの攻撃、先頭のバッター栗原、右の打席に入りました。最初の1球初球見送っていきます。ボールにしてきました。先ほどはいい当たりを放ったんですがセカンドゴロに終わっています。このボールはわずかに外れてノーツー、2球目も外れています。今日の4回までのピッチング、打たれたヒットが1本、無失点できました。さあ3球目、これはまっすぐ、これはバッター動けません。2回目の打席はどうでしょうか。さあバッターちょっと有利か、今のはボールになります。ボールカウント1エンド3。5回の表カープの攻撃、さあ5球目、あっといい当たり、サードへの打球、1塁へ、1塁はアウト、余裕がありました。栗原サードゴロに終わっています。そして次は DH 森川、ボックスに入っています。今日の奪三振の数は2となっています。最初の球は初球外してきました。バッテリー1球外してきました。さあワンアウトです。さあ次はどう攻めるか、外わずかに外れた、外へ2球持っていきました。3投目、ここは変化球、さあノースリーです。出したフォアボールの数は1となっています。さあこれも強烈な打球、打ち上げてセンターの打球、取りました。2アウトになっています。宮本さんにお聞きしましょう。今アウトを取ったわけですが何のボールでしたか。スライダーですね。ああスライダーでしたか。さあ1球目、初球ストライク、ボールカウント1ストライク、先頭打者は内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。2球目はどうぞ、低いボール、これは低い当たり、ヒットになります。センターへのヒットが出ました。ここで次のバッターに変わります。浦バッターボックスに入っています。まずは初球、まずはストライク、さあカウントはワンナッシング。今日は5回途中までを投げて許したヒットが2本、この回は1本ありました。ここは見送ります。誘ってきましたが乗りません。バッターの9番浦、さあ3球目は、さあファーストランナーがスタート、2塁どうか、これはセーフ、スチール成功です。これ本当にね、いいスタートしてましたよ。そうですね。さあ次の4球目は、これは大きく変化しました。抵抗カウント2エンド2。次が5球目、三振、スリーアウトチェンジ、このピンチ三振に切って取りました。
ボールを捉えられませんでした。ゲームは5回の表を終了しています。カープ得点はなりませんでした。5回の裏、ライオンズの攻撃。9番からの打順になります。高木、ボックスに入っています。初球はどうか。最初はボール、カウントノーワン。2回の前の打席、ライトへのシングルヒットを放っています。次のボールはインコースの2、ボールの後もボールです。ここまでのライオン、打ったヒットが5本、そして3点を入れています。ライオンズがリードしています。次は外に出ました、ノースリーです。ここまで許したヒットの数は5となっています。次の4球目入りました、ワンエンドスリーになりました。ここまで3点を失っています。さあ何を見せるか。あっと強烈な当たり、あこれは正面だ、取った。でもしっかり打ってますのでね、残念ですけどね。まあピッチャーとしては助かりました。第1球、最初は外のボール、ワンストライク。さあ3回目の打席、2球目はどうでしょう。まっすぐが決まりました。カウント2ストライクノーボールです。際どく攻めるのか。落ちるボール打って抑えた、一塁どうだ、アウト、一塁アウト。栗山ショートゴロに終わりました。打順が移ります。佐藤智明打席に入っています。まず初球、初球ストライクを取りました。カウント1ストライクノーボールです。2アウトになっています。2球目です。外への変化球入りません。これも外目に行きました。3回の2打席目、センターフライに終わっています。さあ第3球、外、これはボール、ワンエンド2になっています。順調に2アウトにしています。さあバッティングカウント、外外ときました。2ストライク2ボール。さあ5球目、フルカウント、カウント 2-3 からの6球目、打っていった、ショート後方への打球、ショート交代します。取りました、3アウトチェンジ。さあカーこの後1番から始まります。インボイスドームは6回の表、カープの攻撃。この回はトップからの打順ということになります。尾形、左のボックスです。さあ初球、最初は見ていきます。さあカウントはワンナッシング。さあ3回目のバッターボックス、次のボールは、この球はストレート外れました。これは釣り球、引っかかりません。今日の5回までのピッチング、打たれたヒットが2本、失点なしのマウンドです。3投目ストレートできました、2エンド1、これは厳しいコース、決まっています。さあ4投目、このストレートは外れています。外にボールが集まってきましたね。はい、外へのピッチングを見せました。次が5球目、できました、1塁線転がった、ファールになりました。でもファールで済んで良かったですよ。そうですね、2エンド2、カウントはそのまま、外へのカーブは入りません。本当低めに丁寧ですよね。はい、確かにあまり高めのボールは見ていません。次はどうする、あっとこれは痛烈な当たり、これはセカンドになります。一塁に送ります、ファースト取って、これはアウトです。尾形セカンドゴロに終わりました。そして次の2番尾形、6回表ワンアウトです。まずは初球、まずは見送りました、ボールカウントワンストライク。バッター尾形、2球目はどうか。低めの球ストライク、ツーストライクノーボール。さあここはどうリードするんでしょうか。
この球は、コーナーわずかに外れました。この球は入りません。次が4球目、またストレートできました。2エンド2になっています。さあ何を見せるか。まっすぐ決まった。まっすぐで三振を取りました。バッター島、バッターボックスです。奪った三振の数が4となっています。初球はどうでしょうか。まずはボールから入りました。ここは1球外します。この回順調に2アウトまで来ました。さあどうでしょう。変化球決まってワンエンドワン。バッター読みが外れましたよ。これはもう間違いないでしょう。そうですか、バッテリーが裏をついたんですね。さあ3投目、打った、打球は左、取って一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあライオン、次の打順はクリーンナップから始まります。6回の裏、ライオンズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。中村、右のボックスです。初球は、初球狙って、これはいい当たりだ。ファーストへ送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。中村、ショートゴロに倒れました。そして次の4番、カブレラ、右バッターボックスに入ります。ここまで3点を与えています。さあ初球わずかに外れてボール、わずかに入りません。ワンアウトになっています。次の2投目、これはストレート、ワンエンドワンになりました。ここまで打たれたヒットの数が5となっています。次が3球目、厳しいコース。ちょっと意外なコースでしたね。はい、確かにバッターも驚いていたようですが、次の4球目、今度もいい当たり、取った、一塁へ。あっとそれた、ちょっとそれた、一塁アウト、アウトです。カブレラ、サードゴロに倒れました。そして次の5番、和田、バッターボックスです。最初の球を内へ、最初は高めに来ました。今のはね、バッテリーが上でしたよ。はい、ここはバッテリーの思い通りとなりました。さあ2球目、これも鋭い当たり、破った、綺麗に破りました。ツーアウトから塁に出ます。さあ打順が移っていきます。リーファ、左のボックスに入っています。この回ヒットを打たれています。初球はどうか。初球見送っていきます。カウントワンストライクノーボールです。この試合の奪三振の数が3となっています。あっと今度は変化球、ボールカウント1エンド1。リーファ、この試合の出塁は2回あります。ファーストランナーがスタートします。あっとヒットエンドラン、セカンドの前になります。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ゲームは中盤6回を終了、ライオンズ無得点に終わっています。7回の表、カープの攻撃。カープの先頭バッター新井、バッターボックスに入りました。さあまず低めに持ってきました。ボールにしてきました。今日出したフォアボールの数が1となっています。さあ第2球、変化球できました。いいところへ決めてきます。ここまで許したヒットの数は2となっています。3投目、やっと鋭い打球だ、ラインの外、今のはファウルです。さあ第4球、あっと痛烈な当たり、破った、これはセンターへ転がっていきます。さあノーアウトのランナーが出ます。ライン1本目のヒットが出ました。そして打順が変わります。前田、7回表ノーアウトです。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライク、ヒットでランナーを出しています。これはまっすぐ、抵抗カウント1エンド1。今日のゲーム、辰川さん、宮本さんの解説でお伝えしています。
ここで変化球を使ってきます。ワンエンドツーです。バッターの出番、前田。さあバッターちょっと有利か、あっと打ちました。この当たりはセンターへの打球、センター取れない、ワンバウンドヒット。さあヒットになった。勝川さん、今のバッティングはあのまっすぐであればね、打たれるのも時間の問題っていう感じですよね。はい、その球を打ってヒットにしたが今のバッティングです。まずは初球ストライク、カウントワンストライク、ノーボールです。さあバッター栗原、またインコースに来ました。ワンエンドワンになりました。奪った三振の数が4となっています。次が3球目、アウトコース、これは外れます。ワンストライク、ツーボール。今日の6回までのピッチング、さあいい当たりだ。この当たりはセンター打ち上げた、あれは取れない、ワンバウンドヒット。これでこの回3本目のヒット。さあノーアウトフルベース、チャンスとなりました。ここで打順は DH へ回ります。森笠、その注目のバッターボックスです。まあ先ほどアウトになりましたけどね。今度もいい当たり、低い当たりになった、これは取っています。これでワンアウト、ランナー変わりありません。そして8番木村、ああバッターボックスです。ちょっとこういう状況ではあまり、落ちるボール上げてしまった、右へ行った、ライトです。取ってタッチアップは、やはりこれでは狙えません。ちょっと中途半端な打球でしたからね。ライトへの飛球に終わりました。さあカーブ、さあベンチが動きます。このような状況ですのでね、内角に無類の強さを誇るバッティングで相手にプレッシャーを与えるカープの誇るワンバスター、浅井いつき。ツーアウトになりました。最初の球は初球ヒッティング、いい当たり、これはライトに上がっていい当たり、取ってスリーアウトチェンジ。さあライオン、次の攻撃は下位打線からとなります。カープ、今日最初のピッチャー交代です。笠岡、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。ライオンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。多彩な変化球をコーナーに投げ分ける制球力はベテランならではの技、笹岡慎二。7回の裏、ライオンズの攻撃、この回は7番から始まります。中島、7回の裏ノーアウト。まず初球、最初は見ていきます。1球外しました。7回の裏、ライオンズの攻撃、どこに構えるか。今度は大きな変化球で見せます。1球2球と続けてボールを投げてきました。バッターの7番中島、さあ3球目はどうか。外の次は内に持ってきました。カウントノースリー。攻撃中のライオン、先ほどの回は残塁が1、結局無得点に終わりました。変化球決まってワンスリー、ここでストライクカウントが入りました。ここまでのライオン、ヒットが6本、3得点という今日のゲームです。一方のカープ、ヒットは5、打っていった、打球はレフト上がった、しかしこれは追いつきます。取りました、これでワンアウト。中島、レフトフライに終わりました。そして次の8番細川、右のバッターボックスに入りました。何を投げてくるか。初球は手を出しません、ワンナスイングです。バッター細川、2投目はこの変化球は外れています。外へ2球持っていきました。これが今日3回目の打席、次が3球目。外、これはどうか。さあ追い込みました。次の4球、変化球打った、これはファウルグラウンド、この当たりはファウルボール、カウントはそのまま2エンド1。三遊間はどうだ、取って一塁へ、一塁はアウト、余裕がありました。細川、サードゴロに終わりました。次のバッターです、高木、左の打席です。最初の1球は何か、初球見送っていきます。
ワンストライク。ツーアウトになっています。さあどうでしょう。決まりました。シュートで追い込んでいます。さあ勝負するんでしょうか。インコース外れて2エンド1。ここは1球外します。さあ次の4球では、強烈な当たり、これは低い当たり。さあ2ワンです。さあこれは強烈だ、これはファースト抑えた。1塁アウトで3アウトチェンジになります。7回の表裏を終了。ライオンズ2回目の三者凡退に倒れています。先発ピッチャーマウンドを降ります。星3点リードの場面で登板となりました。しっかり抑えてくるんでしょうか。左打者には絶対の自信を見せる中継ぎエース。切れ味鋭いスライダーは大事な場面で真の力を発揮する星野智樹。8回の表カープの攻撃、この回はトップから始まっています。尾形ボックスに入りました。最初は見ていきます。ワンストライクノーボール。この前の打席はきっちり捉えたんですが、セカンドゴロに倒れています。外への変化球、平行カウント1エンド1。ここまでのカープ、打ったヒットが5本、まだ得点がありません。ライオンズがリードしています。バッター見送りました。このボール球には手を出しません。さあバッター尾形、バッティングカウントからの4球目。これは強い当たりだ、右に持っていった、ワンバウンドヒット。打ったバッターは2塁へ向かいます。さあボールが返ってきた、ツーベースヒット。尾形センターへのヒットになりました。そして次のバッターとなります。尾形得点圏にランナーを置いての打席になります。さあ1投目、最初はインコースから来ました。ボールカウントノーアウト。いきなりランナーを背負っています。ストライク。ボールカウント1エンド1。尾形今日はまだ塁に出ていません。3球目はどうぞ。見送ってストライク。さあここは追い込まれていますが、さあ4球目外れてボール。これバット出ますけどね。はい、ここは見極めました。さあ5球目、これも強い当たりだ、ショート取った。1塁に送ります。1塁これはアウトになります。ショートゴロに終わっています。これではねチャンスが広がりませんから ね、 貴重な左腕として復活が待たれる西武投手陣のキーマン、必殺三井ボールで再びローテーションの一角を狙う三井浩二。ワンアウトになって次のバッターになります。島、この場面でのバッティングはどうでしょうか。どこから行く。最初はストレートから来ました。ワンボールになりました。今日4回目のバッターボックスに入っています。牽制、これは2塁セーフです。さあバッター島、次の2投目、これも痛烈な当たり、打ち上げてセンターの打球取りました。これで2アウト。島センターへの飛球を終わりました。そしてホームランを期待できるバッターの登場となります。はい、そのバッターボックスです。さあ第1球、初球外してきました。ノーストライクワンボール。7回の3打席目、センターへのヒットを放っています。横へ曲げてきました。さあカウントは1エンド1、2アウトになりました。さあ3球目は、これも強い当たりだ、低い打球になりました。これはアウト、貫禄のある守備を見せました。さあ今のプレーご覧いただきましょう。ゲームは8回の表を終了。カープ0点で攻撃を終了しました。おタバコは指定されております。指定場所にてお願いいたします。カープ、ここで
3番手ピッチャーに変えます。佐竹、3点差という場面での登板となりました。さあ、そのピッチングを見守りましょう。自慢の回復力で連投ロングリリーフでも問題なし、頼れるリリーフ佐竹健太。8回の裏、ライオンズの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。栗山、バッターボックスに入ります。まずはシュートから入りました。この球は外しています。今日はここまでノーヒット。さあ、次のボールは高めのボール打った。これはファーストになります。取った。これは一塁アウトです。栗山、ファーストゴロに倒れました。そしてバッターは2番佐藤智明、バッターボックスです。さあ、初球振りません。ここは外してきました。ワンアウトランナーはありません。次の第2球、外角高めのストライク。バッター読みが外れましたよ。これはもう間違いないでしょう。なるほど、バッターコースを絞っていたんですね。さあ、3球目、今度は変化球、外を丁寧に攻めています。バッターの2番佐藤智明、バッティングカウントになったが、これは空振り、ツーツーです。さあ、何を見せるか。変化しました。打球はショート後方へ。アウト2つということになります。佐藤、ショートライナーに倒れました。点差変わらず3点。ライオンズがリードしています。初球です。初球ボール。ボールカウントノーアウト。ツーアウトになっています。第2球はどういく。変化球。この打球はどうなる。しかし、この打球はファウルボール。今のはね、ファウルになって助かりましたね。そうなんですね。これはカーブでしょうか。ワンツー。この前の打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。バッティングカウントからの4球目、これはストライク。次が5球目、一二塁間です。あっと、トンネルした。取って一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。さあ、カー、次の攻撃は5番からということになります。ライオン、この場面で4番手のピッチャーとなります。小野寺、3点リードの展開、ここで投入します。最終回注目。150キロを超える剛速球を武器とする右の本格派、豊田の穴を埋めるのはこの男しかいない。大名人襲名、小野寺チカラ。9回の表、カープの攻撃。カープのトップバッター前田、ここは塁に出なければいけません。1投目、ここは見ていきます。この球は枠に入りません。前田、今日は1回塁に出ています。2球目はどう攻める。まっすぐできました。ノーツーです。バッター前田、3球目、内へのボール打った。あっと、抜けた。きれいに破ります。ピッチャーの代わり花を捉えた。グリーンが右打席に入っています。いきなりランナー一塁としています。最初の球はまずはボールから入りました。バッテリー1球外してきました。前の打席までの内容です。セカンドゴロ、サードゴロ、そしてセンター前ヒット。3打数1安打、ヒットのランナーを許しています。さあ、第3球打っていった。左への打球になりました。ファールになりました。さあ、第4球、これもアウトコース。ボールカウント2エンド2。さあ、何を見せるか。さあ、これは痛烈だ。取った。取っています。栗原、ショートライナーに倒れました。そして次のバッターを迎えます。森田、左のバッターボックス。最初から際どいコースを狙ってきました。
森田、このゲームは塁に出られていません。さあ次はどこへ行くか。変化球です。ワンエンドワンです。この前の当たりは芯で捉えたんですが、セカンドライナーに終わっています。あっと打ちました。これはセカンド、二塁へ、二塁アウト、セーフ、一塁はセーフ。ここでね、一発出ると面白い状況ですけどね。はい、一時は終わったかと思ったんですが、勝利まであと一人になった。変化球を打っていった、右へ、エムセット。この試合は3-0、ライオンズの勝利となりました。投手リレーで完璧に抑えています。西武対広島、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は勝川光雄さん、宮本勝弘さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。それではまたお会いしましょう。